じゃあこんにちは。さて、はい、佐藤はすごいな、やっぱりな。まあそうですね、このね YouTube でも何回も取り上げてますけど、まあ、なんか佐藤で飯食ってるんじゃないかって言われてるけど、本当ごちそうさまです。いや、いいところはいいで、はい、やっぱ言っていかないとな。まあそうですよね。そう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 。でも今年の始まる前からですけど、新人王取るんじゃないかぐらいな、まあ、勢いは感じるよな。勢いありますよね。ただライバルは結構いるよ。今年のルーキーたちっていうのは、はい、結構そこそこいいよ、うん、そうですよね、うん、佐藤が目立ってるけど、はい、まあながち違うかもわからないし、うん、でも佐藤のことは今日話す佐藤のことそうそう、なんか佐藤のことはって言うと佐藤の切り餅とかご飯とかが出てちゃうんですけど、なんでだよ佐藤のご飯じゃねえすいません、それがいっぱい食べるだろうけどね、佐藤はね。ですよね、いっぱい食べて、あのホームランっていっぱい打ってほしいのはホームランだ。いや、そうなんですよ。でも結局何本ぐらい打つんだろうっていう。いやだからさ、うん、俺が思うのは、はい、例えば横浜スタジアム、東京ドーム、はい、こういうのを本拠地にしてるとすれば、はい、30発はいくかなっていうような期待はしてるんだよ。新人でですか。甲子園っていうのはさ、はい、浜風があるじゃない、うん、ありますね。ね、はい、でラッキーゾーンが撤廃になってるでしょ、はい、でそうなってくるとホームラン数っていうのがさ、うん、ある程度限られるんじゃないかなっていうような気がするんだよ、はい、で歴代でも、うん、歴代出てるでしょ。ここにあります。言ってみて。主な長距離打者の1年目の本塁打なんですけれども、うん、阪神の選手ね、阪神の選手に特化して、これは、はい、1位が1969年の田淵幸一さんです。田淵さんっていうのはもう本当にあのアーティストだったからね、はい、法政大から、ドラフトで入って22本、うん、これもすごい数字だと思うよ、ルーキーで言えば。そうですよね。74年掛布さんです、はい、これ掛布さんは習志野高校からなので、そうだ、ね、高卒なんですけど3本、まあ、高校から出たからね、まあ、でね、ましては左バッターでしょ、はいはい、で次80年の岡田さんです、はい、早稲田から、はい、18本、これすごいですよ。いやすごいと思うよ。もうすぐレギュラーだったんです。いや最初出れなかったんだよ、はい、でもその中で18本打ったっていうのはすごい数字を残したと思うけどね。やっぱすごいですよね、うん、で次が87年の八木さんです、うん、八木さん三菱自動車からなので社会人なんですけれども、まあまあでも 大学と同じような扱いでいいんじゃない。2本、ね、はい、2本、はい、次92年檜山さんです。もう代打の神様でもね、はい、あれですけど東洋大、はい、出てゼロ、うん、まあレギュラーではなかったからね、はい、で次97年の今岡さん、はい、こちらも東洋大から出て2本、はいはい、次、2017年大山選手です、はい、大山選手大学からなんですけれども7本、はい、そして今年のです、まさに2021年、佐藤選手は近畿大からで何本と、うん、まあ、今の主なね阪神の長距離バッターの1年目です、ね、たださ、田淵さんも岡田さんもおーっていう数字を残したじゃない、はい、うん、これ右バッターなんだよ。左が打ってないでしょ、檜山にしても。はい、掛布さんが3本でしょ、はい、だから高卒で甲子園を本拠地として3本打ったっていうのは大したもんだと思うよ。ということはですよ、これ佐藤選手がもしこの3本の記録を塗り替えるとすると、いやいやそんなあれじゃない。さあ掛布さんっていうのはホームランを取り、はい、阪神の4番バッターで、ね、うん、君臨した人だよ、はい、だから高校出たばっかりと大学出たばっかりじゃ、やっぱりそれだけ体も違うしさ、はい、でも歴代で言えば中央大学から出た桑田さんっていうのがルーキーで31本打ってるよね、はい、そうなんです。これも新人の本塁打だけに特化したものなんですけれども、うん、1位がそうです、中央大学の桑田さん、はい、で太陽なんですね。そう、太陽だよ。これ1959年、うん、31本、うん、ただ31本同じく並んでる選手がいるんです。 PL の清原でしょ。だから清原がいかにすごかったかだよ。怪物ですね。怪物だよすごかったもんね、やっぱすごいですね、うん、3位が長嶋さんです、うん、立教大から出て、うん、でも29本、これもすごいと思うよ。そうですよね、うん、でその後ちょっと名前はあの私ちょっとわからないんですけど、豊田さん、はい、西鉄に水戸商業から、あ、これはこの人も高校から、はい、27本、うん、豊田さんの記録を清原が追っかけてた時に、はい、豊田さんが憤慨したというね、うん、まあ、なんかそういうなんかそういうのが、まあ、抜いていっちゃったみたいな、
いう話もあるんだけど、そうですよね、村田さんがいるんですよ、うん、村田修一さん、あの 日大から、うん、で横浜に入って25本、いやすごいだろ、でも横浜スタジアムだから、そうですね、野球の面白いところってさ、うん、球場の形状も違うし、はい、風向きも違って、はい、記録は一緒っていうのがさ、同等の扱いになっちゃうっていうのが、うん、すごく不思議な記録なんだけどさ、ね、佐藤が何本打てるか、うん、ね、これは25、うん、そんなに、もうこれ25だと阪神の田淵さんを超えます、超える、え、超えるし、はい、右バッターしか記録はあんまり残ってないよね、はい、ルーキーの時に、はい、まあ、田淵さんが22本、岡田さんが18本、はい、これを俺は超えていくと思う、左でですか、左で超えると思う、これなぜかというと、はい、やっぱ佐藤は反対方向に引っ張ったような当たりを打てるんだ、はい、だから規格外なんだよ、うん、パワーが、はい、だから俺は25を打てると、まあ他のチーム、他の球場も使うからね、まあもちろんそうですよね、うん、じゃあそれは何番でですか、何番に最初はね、はい、6番あたりかなっていう、それでも6番ですか、いや外国人が入った場合ね、入らなかった場合はもう3番で英才教育をした方がいいと、あれ阪神とかって1年目でこう長距離バッターでもクリーンナップってパッて座った選手っているんですか、いやそんなにいないと思うけど、そうですよね、まあ、田淵さんなんかはね入った時に、はいはい、まあ、クリーンナップ打ってたし、うん、まあ、お母さんは6番ぐらいからのスタートだったんじゃないかなと思うけど、これ3番だったらすごくもう、まあ、打順もね回ってくるけど、はい、うん、だけど田淵さんがルーキーの時っていうのはラッキーゾーンあったし、あで岡田さんの時もあったけど、はい、だけど今はボールも飛ぶようになってるし、うん、やっぱ25かな、それはもう、フル試合出てっていうことになりますよね、もちろんもちろん、そうです、それは試合数が減ったらチャンスも減るわけだから、はい、だからそういう意味では俺は25、30いったらすごいよね、いや甲子園でルーキーで30本打ったら大したもんだよ、そうですよね、清原さんが西武の時の西武ドームで31じゃないですか、まあ高校だからあれなんですけれども、うん、西武ドームの広さよりも甲子園球場で打つ方が難しいってことですよね、いや難しいよ、風のそれは難しいっていうことですもんね、それは左バッター特に難しい、糸井が、はい、あのパワーを持ってしたって、うん、そんなにホームラン打てないんだから、はい、それを佐藤が25本打つって俺は断言してる、でもしかしたら調子良ければ30っておっしゃいましたよね、可能性はなくはない、まあ、なくはないですよね、掛布さんだってホームランを取ってるよ、はい、まあ、ラッキーゾーンあったけど、はい、だけどやっぱ浜風に乗せて流して飛ばすことを覚えてホームランを取れたっていうんだよ、はい、最初から佐藤はそれを持ってるから、そんなやっぱすごいですね、そうそうそう、左中間に打てるからホームランを、うん、だから25って打てる、もし気をつけなきゃいけないこととすればどういうことですか、じゃあ気をつけなきゃいけないっていうことは、例えばスタミナだったりとか、まあまあやっぱり疲れるよね、ルーキーだからペースもわからないし、うん、まあそれとオープン戦見てるとやっぱりちょっと引っ張りにかかってるんだよね、うん、だからそれをセンター中心にどこでも入るんだから、センター中心に打っていくと俺はホームランも増える、うん、ただ引っ張りにこだわってしまうとその本数は減るということで、そうですね、まあ、あとマークされるってフォアアップね歩かされることもあれば、各球団の、まあ、エース級と対決していかなきゃいけないのでっていうのもありますけど、それでもやっぱ25はいけるんじゃないか、行ってほしい、いや行ってほしいっていうかやっぱその夢があるじゃない、ちょっと どのぐらいのペースで行くっていうことですか、25、はい、まあ、5試合に1本ぐらい、結構すごいですよね、5試合に1本ぐらいのペース、5試合に1本ぐらいのペースで、この YouTube チャンネルでシーズン始まったら、まあ、1メーターじゃないですけど佐藤メーターみたいな、まあその動画の時はね、はい、1本今日のちっちゃくここに毎動画今日1本出たら1個とか、でもさ彼はさ、例えばホームランポンと出たら1打席目に、はいはい、2本3本っていける選手だからね、ポンポンと、そう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 、まぐれで打つ選手じゃないから、はい、まあ、そういった意味ではやっぱこう村田が25本ルーキー日大出て、はい、ルーキーの年に打ったでしょ、それよりはやっぱパワフルだし、
いけるんじゃないかなっていうのは気はする25、うん、みんな覚えておいてくださいよ25ですね、うん、私は16か17ですね。なんだまたお前叩かれるぞ私は途中やっぱねやっぱプロでやってるので、うん、シーズン通しての疲れだったりとか一回なんか瞑想に入っちゃって打てなくなったりとかもう自分のフォーム分かんなくなっちゃったみたいな時が来るんじゃないかと1年、ね、いやまあまあ来るだろうね、はい、それは来ると思うよ。それを見越しての16、17なるほど、ね、江田さん25 25 これがね答え合わせが、まあ、10本差ぐらいあるからね。結構ありますよね。あるね。でも25本なんか打ったら完全にもう新人王ですよ。いやまあ新人王取るよね。そうですよね。で阪神の記録を塗り替えていくよね。完全にそうですよ、ね、田淵さんの記録。まあそのぐらいの選手になってほしいという願いを込めての動画でした。はい、はい。